ケロロ軍曹、ケロロ軍曹、ケロロ軍曹、英語表記、サージェントフラグは、吉崎観音による漫画、ケロロ軍曹を原作とする、テレビアニメ。2004年4月3日から2011年4月2日まで、テレビ、東京ほかで放送された。ジャンルは、ギャグアニメ、略称は、アニケロ。2010年4月4日から2011年4月3日まで、放送された。 ケロロ軍曹鬱、ケロロ軍曹鬱、2014年3月22日より、アニマックスにて放送された、フラッシュアニメ、ケロロケロロに関して便宜上、本校で記述する。本作は、ザビックを手掛けたサンライズ第6スタジオが母体となり、大橋知恵ゆプロデュース、佐藤淳一総監督、後に監修の下、テレビ、 東京開局40周年記念作品として制作された。原作と同様、1話完結系を基本に構成されている。放送開始から6年目までは、毎週30分放送で A パートと B パートの2本のエピソードを放送する、場合と30分で1本のエピソードを放送する、場合があった。第255話は3本立てで放送された。 通常 A パートと B パートの間に入る CM は B パートと C パートの間に挟まれた。また、第100話、第103話、第128話、第129話、第152話、第154話、第202話、第203話、第249話、第250話は連続したストーリーとなっており、放送5年目のムシャケロ、6年目のケロゼロも、 不定期放送だが連続した内容であった。2本立てであっても、A パートと B パートの内容が繋がっている場合もある。約2年に一度、ゲロゲロ30分と題して、各は2分ほどのショートストーリーを13から15本立てで放送する回があり、第74話、15本立て、第196話、13本立て、第293話、13本立ての3話が該当する。 また、第351話では、ゲロゲロ15分と題して22本立てで放送した、実際には23本目まで存在している。A パートでは14本放送したところで差しが足りず、時間切れとなり、B パートで、その延長として、残り8本を放送。余った差しを潰すためドロロが23本目のネタを考えに行き、 戻ってきて二十三本目が放送され始めたところで時間切れとなった。放送七年目は毎週十五分放送に短縮され、テレビ東京では日曜日のシニアにケロロ軍曹オーツを放送した。ケロロ軍曹オーツは A パートを土曜日の十五分放送分、B パートを新たなエピソードとし、毎週三十分の放送であった。当初は字幕放送が実施されていなかったが、 2010年10月10日、放送部により実施するようになった。TXN では、テレビ、東京のみの放送であるが、系列外では、奈良テレビ、テレビ熊本、2010年5月22日対、テレビ長崎、2010年6月27日対、東日本放送、2010年8月7日、対、チューリップテレビ、2010年8月9日、対、山形放送、 2010年11月28日対テレビ u 福島 ATX でも放送されていた。この放送時間短縮により A パートしか視聴できない地域が存在するようになったが、前述の第351話のように A パートの続きや出来事の真相が B パートで語られているようなストーリーが放送時間短縮以降も存在している。 このアニメの字幕表示は地域によって異なるが、基本的に、ケロロのセリフが黄色、当時のセリフが水色、夏ミのセリフが緑、その他の人物のセリフは白で表示される。ナレーションはの中に、リフが入る。アニメでも、原作同様多くのパロディが使われているが、アニメ版では、声優つながりや、アニメスタッフ、企業名関連のパロディも存在する。アニメは、 原作以上にパロディが乱立しており、特に後日のアニメオリジナルの作品において、一話全体が他の作品のパロディというものも存在する。また、季節に沿ったストーリーを放送することも多い。例えば、梅雨の時期とされる6月から7月まではニョロロとウェットルキング、ウェットルキングはサードシーズンからに関連したストーリー、7月上旬に七夕関連。 7月下旬から8月上旬頃には土井中海岸、8月中旬から下旬頃には、ひなたへの里帰りに関連したストーリーを放送する。なお、総監督、佐藤淳一は、このアニメは小さな子供にも見てもらいたいと言っており、そのため小さな子供への配慮がなされている。その他、配慮のために、原作から削除、変更された設定は、テレビ局などによる、 放送禁止、自粛関連を参照。ファーストシーズンで、ほぼ原作に沿ったストーリーを放送してきたが、ファーストシーズン終了あたりに、ほぼ原作のネタを使い切ってしまったため、この頃からの放送は、大半がアニメ独自のストーリーになる。そのため、現在原作とアニメとではストーリーが完全に異なっている。なお、原作に沿った話でもアニメ独自の設定が、 加えられることもある。第110話、第113話のように、A パートで原作のストーリーを放送し、それを踏まえて、B パートでアニメ独自のストーリーを展開させるパターンや、原作の連続していない2話を1話にして放送するパーンもある。2007年7月にサンライズが制作した単一タイトルでの作品として、最も話数の多い作品となり、それまでは犬夜叉の 全167話、2008年2月23日の放送分で総話数が200話に、さらに2010年2月6日の放送分で総話数が300話に達した。2010年1月11日から同年3月29日まで、毎週月曜日、日曜日深夜の1時1時30分に、テレビ東京でのみ、新、ケロロ軍曹のタイトルで再放送されていた。 放送内容は不純。次回予告部分は本放送と異なり、めんどくせいマーチのインストゥルメンタル BGM を15秒でナレーションなしで予告されている最終話のみ、ケロロ軍曹オツ予告のためナレーションあり。第352話では俳優の田辺聖一が闇鍋奉行、鍋部役でゲスト出演した。2011年4月2日、ケロロ軍想オツは 同年4月3日をもって一時的に放送終了。これ以降のテレビ東京系で、会題や話数をリセットをせずに続く、最長寿アニメは、本作の半年後の2004年10月5日からまた、ブリーチとなる。詳細は、下の、各シーズンの特徴の節を参照。放送終了後の2011年4月5日から、テレビ東京系列6局において、 ケロロ軍曹アンコール。として当番組の再放送がされた。内容は、セブンスシーズンの A パートに加えて、テレビ、東京のみで放送された、ロロ群ーツのエピソード、B パートが放送されていた。総括すると、ケロロ軍想ツの再放送であった。2012年4月3日で、ケロロ軍曹は、第1話に回帰している。これ以降放送されていた、ケロロ軍想アンコール。は、 実質、ケロロ軍曹の再放送であった。超速変形ジャイロゼッターの放送開始に従い、2012年9月25日をもって終了し、なるとなると、SD6D の青春フルパワーオシデンが30分繰り上げられて、東枠に移動した。その後、長らく動きはなかったが、2014年春より、ケロロケロロと題した、フラッシュアニメがアニマックスで、 放送開始となることが発表され、同年3月22日から9月6日まで放送された。本作は放送4年目まで、テレビ、東京系列では1年ごとに放送時間が移動しており、放送7年目は時間短縮、放送1年目はファーストシーズン、2年目はセカンドシーズンと呼ばれる。シーズンごとの特徴には多少の変化が見られ、 DVD も便宜上1年ごとに区切ってリリースされている。テレビアニメ化にあたっていくつかの点が漫画設定から変更されている。シリーズ構成上の問題やファミリー向け、子供向けアニメとしてふさわしくないと判断された設定、またはそれに該当して引っかかるような設定などが変更の対象となっている。なお、 漫画とアニメのオチが違うなどの作中の細かい部分は除く。また、アニメ版で原作に沿ったストーリーを放送する際に、原作で連載された時期、季節とアニメでの放送時期、季節が異なる場合はアニメで原作の設定を一部変更する場合がある。原作にあるパンチラなどのオイル系や過剰な暴力場面などが大幅に削減され、 程度の軽いものになったり映像が差し替えられたりしている。現段階ではアニメオリジナルとなる湿筋、オートブーツの映像も同じ扱いである。これらの要素は総監督、現、監修である佐藤純一の判断で廃されたとテレビブロス2005年5月14日号に記述がある。このことにより原作から変更された設定もある。また、 放送コードによる制限を受けており、原作における宇宙人が地球のことを指すポコペンという言葉がペコポンになっており、同様に劇中劇のゲロロ州長もゲロロ官長に代わられているポコペンと州長は部別語にあたし放送禁止用語となっているためである。ドラマ CD や小説版でも同様である。原作ではパロディの元ネタとして、 新世紀エヴァンゲリオン、連載誌が同じ角川書店発行の月刊少年エースやドラえもん、パーマンなどの藤子作品のネタが幅広く用いられて話展開したガンダムエース創刊後、キロロの設定も活かしたガンダムネタが増加したとの見方がある。アニメ版では半券の使用権の影響でサンライズの親会社であるバンダイナムコホールディングス作品、特に ガンダムウルトラシリーズや、東映制作のスーパー戦隊シリーズ、ギロロ役の中田治が俳優として出演した、作品もある及びメタルヒーローシリーズ、仮面ライダーシリーズなどのパロディが中心になっている。なおアニメでも、藤子作品やエヴァンゲリオンのパロディは、存知されており、いくつかは視聴者が、作風についていくことのできる程度に緩和している。アニメのゲスト声優には、ガンダムシリーズ、 特に宇宙世紀を舞台とした作品出演経験者が多く出演している傾向にあり、彼らが担当したキャラクターのパロディが加えられることもある。また、ケロロ正体とガルル正体の突撃兵、タママタルル以外の声優は、本作の放送開始時点で1回は、ガンダム関連、SD ガンダム関連を含むの作品に出演しているメンバーで占められており、超撃常版。 ケロロ軍曹で漫画家の役で古谷徹が特別出演、同時期に放送された TV 版でゾルル兵長を八尾和樹が演じたため、本作以前の TVOVA 映画のガンダムシリーズの主役、サブキを演じ声優は全員アニメ版、ケロロ軍曹に出演したことになる。第224話、追跡。セレブリゾート大捜査ーでありますでは、 スタジオディーン作品の逮捕しちゃうぞのパロディが放送された。この回では原作者である藤島康介はツイッターで主張している様子をツイートしている。また、逮捕しちゃうぞのパロディは第339話のケロロ恐怖の赤信号でも放送された。これらの作品中では逮捕しちゃうぞの声優陣が多数起用されており、逮捕しちゃうぞのアイテムである元コンポが登場したり、 足ブレーキといった技が登場している。ヒューガ・ナツミは、逮捕しちゃうぞの主人公の辻元・ナツミと名前と同じ、読みであるため、ナツミの服装を着ている。最後には、逮捕しちゃうぞの服装をした秋と夏ミが、逮捕しちゃうぞ。という場面がある、これらのパロディは、たま,まに東平と、二階堂より子、日向秋と、小早川みゆきをそれぞれ同じ声優が演じている点が、要因となっている。 いずれも原作とはストーリーが異なる、ほぼアニメオリジナルの回となっている。また、逆にパロディ化されたものも存在する。SPA のフラッシュアニメ化、現在配信終了では、フラグマンがケロロへ、カエル男紹介のロゴが、ケロロ男紹介へ、秘密結社高の爪の相当がケロロ、声、フラグマンへそれぞれ変更されていたことがある。 サードシーズン前期には番組終了を連想させるような動きが見られた。サードシーズン最初の回である第104話テレビ東京では2006年4月7日放送 B パートでケロロ招待が許可なく東北地方へ慰安旅行に行ったのがケドン軍本部に発覚しあと175日以内にテレビ東京では2006年9月29日 第129話までに地球を侵略せよというノルマを突きつけられた。その後カウントダウンは毎週着々と進み、エンディングテーマの直前に残り、日数が表示されていた途中からナレーターのペコポン侵略期限まであと日という読み上げが入るようになった。さらにカウントダウンが例に近づくにつれてカウンターにマッシュと名付けられるなど、カウンターの存在が大きくなっていった。 カウントダウンは終了し、第130話、2006年10月6日以降も、上記の通り2011年3月末に終了するまで番組は継続した。カウントダウン終了の経緯は、キルルを参照。主要人物のみ上げる。エンディングのクレジットでは、キャストと表記されている。主題歌中に使われるアニメーションについて解説する。ファーストシーズンでは、 主題歌にアニメオリジナルの楽曲を使っていたが、セカンドシーズンでは主題歌をアニメオリジナルの曲ではなくタイアップ曲を中心に起用するようになった。劇場版サードシーズンは作詞や作曲に有名なミュージシャンとライターを起用し、同時期からホースシーズンまではアーティストには主にお笑い芸人を起用していた。なお、 アニメの本編で主題歌のアーティストにちなんだパロディをすることもある。フィフスシーズンの初めはファーストシーズン以来となるアニメオリジナルの楽曲が使われた。タイアップしていたソニーミュージックとそのグループ会社のキューンレコードとエピックレコードジャパンは2007年3月31日をもって契約解消した。フォースシーズンに関しては OP テーマ ED テーマともにファーストシーズン以来2年ぶりに、ビクターエンタテインメント第181話以降は、JVC エンタテインメントが担当の楽曲に、回帰したアニメ編集のソニー、PCL との契約は継続。また、ホースシーズン終了をもって、吉本 R&CCO、LTD とも契約解消した模様。フィフスシーズン以降は代わりに、ランティスが担当している。 ケロロ軍曹のアニメではかなり多くの曲が挿入歌として挿入されている。以下にその一覧と挿入された回を明記する。ただしあまりに多く挿入されているものは略とし、エンディングで挿入歌とクレジットがあった回は太字にし、原曲のままで挿入されていない場合は、車体にして補足を付記してある。また他にも曲に補足がある場合はそれも併記した。 ファーストシーズン中に発表された挿入歌の一覧、順序はケロロソング、全部入りであります。に収録されている順番に合わせている。セカンドシーズン中に発表された挿入歌の一覧、順序はケロロソング、ほぼ全部入りであります。にに収録されている順番に合わせている。サードシーズンでは、ウェットルキングの歌、口実が数度挿入されたが、 詳細が判明したのは、フォースシーズンであり、ドラマ CD や、アルバムも発売されていないため、このシーズンで新たに判明した、挿入歌はない。第155話で、ケロポッドシャッフルによって流された曲は、十二アフロ軍曹、侵略温度、地球侵略温度、ケロットマーチ、ケロットマーチ、アフロ戦争、アフ戦争ダンスマン VS ダソヌマソ、ドスコイ軍曹、 ギロロの一番、長い日、ナムルの純真、熱烈歓迎的絵描き歌、ケロロ招待公認、熱烈歓迎的絵描き歌、タママージョン、556も LI のテーマである。以上の曲はすべてこのアニメ用に書かれた曲であり、タイアップの曲は含まれていない。なお、ホースシーズン以降のドラマ CD 及びサウンドトラックは、これまでのビクターエンタテインメントに代わって、 フライングドッグからリリースされる。メディアミックスでも様々なパロディが存在する。ファーストシーズンに発売されたドラマ CD である。前後巻。各巻の発売日、サブタイトル、収録曲は以下の通り。発売年はすべて2004年。なお、第1巻のみ、初回限定版が存在し、特典として限定版ボックスが付いている。 各巻のトラックは次のようになっている。ただし、以下のような違いもある。セカンドシーズンに発売されたドラマ CD である。前後巻。各巻の発売日、サブタイトル、収録曲、エンディングテーマ、初回限定版特典は以下の通り。発売年は全て2005年。各巻のトラックは次のようになっている。トラックには、第2弾の直後に、 前述のドラマサブタイトルが入っている。また、第5巻では予告がなく、代わりにクリスマスプレゼントスペシャルトラックがある。いずれも、フィーチャー本用、愛爆発、地球消滅5秒前が短編集、それ以外は長編となっている。設定は、原作、アニメ双方のものが混在している。なお、地球の故障はすべて、ペコポンになっている。また、 2007年3月9日に劇場版第2弾の小説が発売された。すべて B6 版で定価は567円、税込み。お遊び絵本は1から5までが、それぞれのアニメの中で各巻のテーマ、ケロロ招待関連、メカ関連、作戦関連、スポーツ関連、食べ物関連に準じた作品のセレクト6話、6は超劇場版。 ケロロ軍装を絵本化したもの。各館には、いろいろな遊びなどが入っている。なお、題名の数字は正しくは、丸数字。定価はすべて、税込みとする。ケロロとギロロの地球、ペコポン侵略ラジオを参照。ケロロ軍装、プラモコレクション。バンダイより発売中。DX1.02 とそれ以降は、箱のサイズ仕様が異なる、ランナー分割方法が異なるため。 2009年6月より公演される劇団飛行船によるマスクプレイミュージカル DVD はバンダイビジュアルより2004年8月27日から2012年2月24日にかけて発売された。郵便局、現、日本郵便により発行以下の長編5本、短編3本がある。短編は同時上映の長編記事で解説する。 劇場版の制作委員会について記述する。同作の制作委員会は以下の企業から成り立つ。そのうち NTT ドコモはシリーズ4作目より2012年制作のプラネタリウム映画投影時間約24分。2014年8月2日から24日にはスキップシティロドリの国ビジュアルプラザの大ケロロ店で無料スクリーン上映。ケロロアワー。 ケロロワーは2014年3月22日より9月6日までアニマックスで放送されたケロロ特集1時間番組枠。新作であるフラッシュアニメ版に加えテレビアニメ再放送をケロロクラシックコレクションとしてには放送。視聴者参加企画として番組最後にイラストなども紹介。ケロロケロロは原作誕生15周年を記念し、 2014年3月22日より9月6日までアニマックス内ケロロアワー枠で放送されたショートフラッシュアニメーション。制作はサンライズとギャザリング、制作協力名義が担当。メインスタッフが大幅に変更されており、原作者の吉崎観音も制作に参加している。全23話、1話3分、本編150秒。設定は、 アニメ版ではなく、原作版に基づいている、当時の学年が、小学6年生であることや、サブローではなく623となっているなど、キャラクターデザインも、より原作に近いものに変更されている。第1話はケロロが、日向たに来る話から始まり、第9話以降は、旧アニメ版終了後にデビューした、主要人物、シンケロロ、日野原と金網明。 ブラックスター等も登場した。藤原刑事によるナレーションは、第8話と最終話を除き発出され、主に登場キャラクターの声優陣がナレーションを務めている。上記のアニメ版と異なり、現在に至るまで DVD 化されておらず一部のエピソードが、ケロロ文層25.5巻に収録されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。